神崎町は千葉県の北部に位置し、香取郡に属する町。都市雇用圏における成田都市圏。江戸時代には、利根川の水運により栄え、醸造関連遺産は近代化産業遺産に認定されている。千葉県北部に位置し、県庁所在地である千葉市から約 40km の距離である。東京都の都心から60の 70km 圏内である。都市雇用圏における 成田都市圏に含まれており、成田市への通勤率は28.1%。平野は関東平野に含まれ、平坦であり、水田地帯が広がる。利根川の南岸に位置する。河川、利根川、八県川平成27年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、4.97%減の6133人であり、増減率は、 千葉県下54市町村中34位、60行政区域中40位。また、千葉県の市町村の中で最も人口が少ない。農業、商業、工業への支援、援助や多面的機能支払い交付金事業、就労支援を実施している。機関産業は第一次産業が盛んである。良質な米の産地であることや、地下水が醸造に適した水質であるため、 江戸時代から300年以上続く日本酒や味噌などの醸造業が盛んな地域である。農飯期には米作りが盛んで21世紀農業を見据えた大区画補助整備による近代的営農経営も進んでいる。このほか野菜や果物、バラに代表される花木栽培も盛んである。武田地区には工場や倉庫を計画的に立地させた。 神崎工業団地が整備されている。小原地区にはゴルフ場が点在する。本社、本店を置く企業二次医療圏としては、香取改装医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特質性の高いもののみを記載する。中学校小学校特別支援学校下宇佐、神崎駅高速バス路線バス。神崎大橋道の駅発行の里高崎。 なんじゃもんじゃの記象祭は、神崎町年間行事を参照。国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。